さなげ町は、かつて、愛知県西鴨郡にあった町、現在の豊田市の一部である。矢作川のコシドダムサナゲ山を岡崎平野の北端に位置し、また、三河高原の北西端に位置する。さなげ町のほぼ中央を矢作川が流れ、矢作川の支流が、中石定地を形成している。中石定地の周囲には、丘陵地がある。中石定地は水田に利用され、 丘陵地は二十歳として利用される。古くからの集落は丘陵地上、または丘陵地と中石定地の接触部に立地している。腰戸には継承地の寒八橋,橋があり、1927年には新愛知新聞によって愛知新住名所の第6位に選出された。さなげ山は愛知高原国定公園に含まれている。矢萩川は さなげ町に水力発電所のコシド発電所を有する。三船側にはかつて水力発電所の三船発電所があった。かつて矢作川の都度以南では小舟が運航され、都度より上流ではイカダ流しが行われていた。高度経済成長期には矢作川のさなげ町域において手彫りやポンプ船による砂の採取が行われた。矢作川やその支流からは 農業用水が取水される。さなげ町の面積の66%は山林である。さなげ町は、さなげ山の南六に位置し、最高標高地点は629メートルの、さなげ山山町、最低標高地点は20メートルの荒井だった。さなげ山の山六には、古墳も多く、式内舎であり三河国グ宮である、さなげ神社が鎮座している。さなげ町は、 西三河地方では最も早くに開けた地域である。三船、山の神、西枝下などに鉱山があり、高度経済成長期には埋蔵量の減少によって廃坑となった鉱山が目立った。江戸時代末期、この地域は、尾張半寮、吉田半寮、西尾半寮、天寮、旗本寮、自社寮などであった。豊田市となった後の1975年に入居。 分譲が開始された、ホミ団地は、西三河地方最大の住宅団地であり、日本住宅公団、愛知県、名古屋鉄道の3社によって建設された。さなげ神社さなげ村道路原表愛知工業、大学役者キャンパス、さなげ町が豊田市に編入された後、中京大学豊田キャンパスが立地し、また、愛知県立豊田高等学校、柿津端高等学校、 トヨタ大谷高等学校、ナム山国際中学校、高等学校が開校した。名鉄三河線西中金駅南は、自動車工業が盛んなトヨタ市と、北西は、用業が盛んな瀬戸市と接しており、豊田市と瀬戸市を結ぶバスは、さなげ町内を通過していた。愛知県名古屋市と長野県飯田市、また、愛知県岡崎市、豊田市と愛知県瀬戸市。 岐阜県江名郡明智町を結ぶ街道上に位置しており、特に中馬街道と呼ばれる前者は近世まで賑わいを見せていた。さなげ町が豊田市に編入された後、当地には名鉄豊田線、愛知環状鉄道線、愛知高速交通東部丘陵線が開業している。関八京1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。